田島舞子は日本の政治家、立憲民主党所属の参議院議員。2019年参議院議員選挙に立憲民主党公認で立候補し初当選した。東京都大田区出身。1992年青山学院高等部に進学。高校時代はフェンシングに没頭し、東京都私立高等学校フェンシング大会2年女子の部で準優勝した。 1995年4月、青山学院大学国際政治経済学部に入学。在学中、仲間と共にステディツアーでフィリピンに渡航。訪れたスモーキーマウンテンで貧困問題に直面し、依頼国連に関心を持つようになる。3年時に正規交換留学生としてワシントン州立大学に留学した。大学卒業後、 新日本監査法人に就職。2003年6月、退職し、人道支援団体、日本緊急救援 NGO グループに転職。イラク難民支援プロジェクトの会計を担当した。2005年6月、オックスフォード大学大学院修士課程修了。2006年1月、国連世界食糧計画に勤務。ラオス、アルメニア、エジプト。 南アフリカ共和国などに赴く。最後の勤務地となった南アフリカでは、管轄12カ国で行われていた全人道支援プロジェクトを対象に SDGs の効果測定を主導した。2018年12月1日、立憲民主党が翌年の参院選愛知県選挙区に田島を擁立する方針を固めたことが明らかとなった。田島は二千十九年一月四日に退職。 同年1月6日、同党は夏の参院選に田島を擁立すると正式に発表した。連合愛知は田島に推薦を出すも大半が国民民主党現職の大塚公平の支援に回る。そのため、選挙期間中は無党派層への浸透を図ろうと、街頭活動を重ねた。3歳の長男の子育てをする経験を踏まえ、 女性が子供を産みたい時に産み、働き続けられる環境づくりを進めると訴え、支持を集めた。同年7月21日に行われた第25回参議院、議員通常選挙で改選数4に対し得票数3位で初当選を果たした。ありがとうございます。